どうもこんばんは。底辺の音が出て帝王という無神帝王です。どういうことですか？怒るわけないでしょう。金がないっていうのに。はい、ごごめさんもいらっしゃいませ。こんばんはってことで、この時間は、週末の夜の部ということで、ファミコン版の、ファイナルファンタジー2の、物理攻撃禁止の縛り攻略プレイ、はい、やってます。ビフロスさんもいらっしゃいませ。こんばんはです。はい、題して PDT 帝王が皇帝と C を制する配信の今日その4かなお送りしますので、何言ってんですか？おごるわけないでしょ。てか、金がないっつってのに。はい、どうも、尿道の森さんもいらっしゃいます。何が1ですか？ということで、じゃあまた、今日もやっていきましょう。前回ちょっとね、どうでしょうね。まあ、なんかね、次へ進むダンジョンの、ね、なんか、勝てないやつがね、なんか、物理っていうか、魔法が効かないやつがね、ボスだっていう情報をいただいたんで、ねえ、倒すためにはね、ミシリア行ってホーリーを手に入れるしか道がないってね、昨日最後ラストちょっと行ってみたんですが、やっぱりちょっとなんか回避も全然あれだし、ヒットポイントも少ないしで全然ダメでした。はい、9個目さんもいらっしゃいます。こんばんは。腹だよ、もうちょっとね、いや、やめときましょう今日は。はい、ボビーのデータ覗いてみた？ボビーのデータ、いや、前に覗いたけど、ねえ、まあいいですよ。ということでやっていきましょう。だからね、ホーリーはほら、属性がないから、一応なんか、この、正属性とかじゃなくて、無属性って扱いらしいですから。まあ、とりあえずそれをなんとかするしかないでしょうってとこですね。なんでちょっと、とりあえず、もうちょっとね、ちょっと、なんでしょう、何が足りないのかね。まあ、ヒットポイントも足りないし、回避率も足りないってとこでしょうけど、はい、12個目さんもいらっしゃいませ、こんばんは。あれ？ちょっと待って。回避率が2になって、あれ？熟練度上がんなくても回避の回数って上がんのかね、ねえ、縦1ですけど。まだあんまり治ってないんだよ。あ、回避率ね、2の38になってる。上がりますね。上がるんだ。じゃあ、縦って何なのって話でさ、縦の熟練度って一体何なんでしょうね。よくじゃあ頑張れば、なんとかいけるって話ですね。はい。あ、本当ですか。はい。本当。もうちょっと鍛えたいんで、もうちょっとお待ちください、皇帝さん。はい。15名さんいらっしゃいませ。こんばんは。無属性はグラビデとかクエ、ん？いや、まあ FF2 の話でしょう。FF2 の中では、まあ、ホーリーは、無属性って扱いなんでしょう。はい。チョモさん2500ポイント。はい。正属性の高魔法を取り入れるの、そんな魔法あるんですか？リブアヤさんのお腹の中から見てます。まあ、リブアヤさんまだ出てこないでしょうから、もうちょっとお待ちくださいっていうか、あなたリチャードさん。ということで、また今日もちょっと鍛えなきゃ進めないんで。何がですか？はい、人狼さんいらっしゃいません、こんにちは。戦うしかっていうか、とりあえず強化するしか道ないですから、無理でしょう。なんかここある？FF8910 狙い枠頑張ってください。それ、タイジさんだから僕じゃないですね。どうなんでしょうね、タイジさん。さっきチラッと見た限りね、まだディスク3、2か3ぐらい、ね、まだ8、ね、もうちょいかかりそうですが、大丈夫ですかね、あのペースで。あとね、2作残ってるし。だから、あんな安価でノロノロやってたら無理だよ。そう思うね。ちゃんとライバルチェックしてるの、さすがです。チェックで、別にライバルね、そんなライバルなんてことね、僕が、タイジさんほど人気があるね、生主でもないし。ミス。はい、チョモさん1000ポイントありがとうございます。人の心配しないで自分のこと集中してください。ちゃんとやってんでしょ、ちゃんと。なんかサンジさんよくわかんないけど、なんか、さっきなんか やり直したの、なんかリセットしたとか、なんか自分でリセットしたとか、なんかそんな風に聞いたんですが、どういうことですか？誰か知ってる人いますよね。ねえ、はい、28組目さんいらっしゃいませ、こんばんは。フリーズしたってことねえ、わかんないんですけど、ちょっと詳しい経緯がわからないから。
近どうしたんでしょうね。アキネーターで帝王がヒットしませんでした。うん、どういうことですか。はい、21個目さえ見せ物は頭切れた。うん、いや、面識ないですから。チビの選択誤ったからでしょ。チビの選択誤った。誤ると どうなんですかね。チビの選択誤るとっていうか、それってせいぜいルーメンの街が滅ぶか滅ばないかぐらいの違いじゃないんですか。ねえ、別にゲームクリアには支障ないんじゃないの。わかんないですけど。そうそう。うん、ねえ、それはなんか取り返しつかない要素と勘違いしたとかそういうことですかね、もしかして。俺はジェヨン、うん、配信王になる男だ、うん、やめてそういうの。ちょっと僕の配信はいいけど他の生ネスの配信メールあるじゃない。一応もさ1200ポイントここからやってください。パーンって何ですか、うん、最後まで手を出てこなかったから登録してたわ。はい、すいません。配信王に俺はなる、うん、別にそんなもんになるつもりもないんですが、うん、ね、まったりほのぼのゲーム配信ができればいいんで。今日勘弁してくれない。ちょっと昨日の今日なんでまだちょっと腹ダメージが大きいんで。はい、40個目さえいらっしゃいませ。ごま、日曜日って発砲者数少ない、何が感染者の感染者が少ないの、ほらね、月曜日じゃないんですか。だ一応ね、どうなんでしょうね、収束してるってことじゃないですか、感染者。一応緊急事態宣言出て。ね、一部自粛してない人もいますが。加藤隆のことどう思ってますか。はい。いや、どうと言われても特になんとも思ってませんが。はい、植田犬さんいらっしゃいませ。こんばんはです。はい。45名様いらっしゃいませ。こんばんは。夕飯ご飯と味噌汁と、あと昨日のタケノコの煮物残りですね。まぁ、あ、ちょっと質素ですが。が、めちゃ食らってるぞ、わら。まぁ、あ、ね、でも食らう分ね、その分ヒットポイントもね、一応上がってはいますから。こんばんは、コツです。はい。牛丼食いながら。いいですね。はい、49個目さえいらっしゃいますが、まぁ、あ、一応 FF に今ちょっとね、強化中ですが、ちょっと当面作業枠になりそうですよ。ぐわぁ、ちょっと、帝王はちょっとヒットポイント低いのなんとかしたいですよね。ちょっと、帝王だけ先育成しなきゃかなぁ。はい、チョモさんまた200ポイント。はい、今夜は何、寝太鼓ないそう、ん、腹太鼓ないそうにチケットしたの。一撃で 2,3 ダメージ持ってかれるとか怖いですよ、ね、またペルソナみたいにレベル上げかな。そうですね、まあレベル上げというかね、強化ね、やってる状態ですね。うーん、こうなるとちょっと無理かな。バーティアタックも魔法ならありなの。うん、昼はお宅が買い出し、今日は質素だね。そうですね、ちょっと今日はあ、強化か。ちょっとこの状態だと無理ですね。ちょっとさまよう鎧強すぎ。強すぎ。ちょっとこれはあえて帝王を狙わせてなんとかするしかないかね。あ、強化か。おかかですか。はい、グレー様1000ポイント広告ありがとうございます。はい、はい、パーティーアタッカーもうちょっとあのミーがいた時にあのねチェンジとか使ってやってたんで、実際あれですが。はい、ディナンカさんいらっしゃいませ。こんばんは。ちゃう強化、あー強化、そうですね、なんとかね、ミシリアにね、たどり着ければ、ね、たどり着いて、ホーリー変えれば一応、ストーリーも進められるみたいですからね、もうちょっと。そろそろ嫌な雰囲気かもし出してやめる流れを。嫌ですよ。これは頑張りますよ。ね、一度クリアした順だし、
嫌な流れっていうのは何が嫌ってるのね、先がわからないのが一番ゲームやっててね、辛いっていうか、怖いですからね。途中リタイアはしませんよ。仕様が分かってるゲームだったら、大丈夫ですよ。ねえ、後々通常的で出るかもしれませんが。どうしよう。はい、65名様いらっしゃいます。こんばんは。はい、67個目様いらっしゃいます。こんばんは。今日はご飯と味噌汁と、タキノコ、昨日タキノコの煮物の残りってことで、質素にやってます。なんだ、今やるべきは。レイズも鍛えるべきかな、ちょっと今のありさまじゃ。またアプリ。今日で 50kg ぐらい痩せた？なんでそんなに痩せるんですか？自粛、食事は自粛しなくてもいいんですが、質素でしょ、シンプルでしょ、何がダメなの。はい、70個目さえいらっしゃいませ。こんばんは。裕福じゃん。裕福。うちもタケノコの煮物食べた。ねえ、自分煮物でご飯食べれない。え？デコキです。いや、僕も煮物じゃ無理ですよね。味噌汁でなんとか食いましたよ。うちもタケノコ。はい、マジですか。74個目様いらっしゃいませ。こんばんは。テコキってどういうことですか。一緒に食べたの？竹の子とか旬で。一緒ではないですが、まあ旬だからあれなんじゃない、親もね、買ってきたんじゃないですかね。お金ないように毎日ご飯食べられるのがそんなに質素なんですか。そう。はい、78個目様いらっしゃいませ。まあ質素でいいじゃないですか。バーサク、はい。帝王さんのタケノコは今晩ニョッキしますか。さあどうでしょうね、疲れてるからニョッキしないんじゃない。ニョッキする暇ないですよね。そうそう、ない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 。そっからずっと上の方ユット的のランク上がったの出るよね。まあこれとりあえずこのくらいの敵でいいと思うんですが。ニョッキしたらしいですよ。本当？お、聞く。糖度も2度も入るんですね。ニョッキ食べたことある？ないですね。ニョッキないですよ。どの魔法が有効なんでしょうね。糖度でなんとかなるのか。はあ、この時間憂鬱ですわ。どうして作業だから、ね、憂鬱だったら別に他の面白い配信ね、いっぱいあるでしょうから見てあげて。ボビーヨロモンは出てこないかな。まあ秒殺されますが、こっちのボビーは。はい、安倍晋三さんいらっしゃいます。こんばんは。月曜日か迫ってくるから。まあ確かにね、まだね、連休の人もね、今日昨日から連休の人もいるでしょうけど、やっぱりね、通常通りお仕事の人も憂鬱ですよね。世界一可愛いよ帝王はコツ。本当に。はい、92個目さんいらっしゃいませ。こんにちは。かわいいかわいいって言ってくれてね、本当に。リアルではね、かわいいなんて言われたこと一度もないんですがね、全く。キモいってことだったらね、いくらでも言われるんですが。
手をヒットポイント上がってんねんじゃん。魔法使える知能があるとは。あるやつ、頭いいやつ、頭いいでしょ。いやー、なんで手を上がってくんないの。ブリンクだとでも回避になっちゃうからな。あの筋肉でなんで魔法使おうと思ったんだろうね。さあ、何にしよう、何着たいよ。レイにするか。帝王はゲーム上でも体力ないんですね。え、もちろん。だって本人が体力ないからだよ。ねえ、逆になんでねえ、サンジさんとかあんなに、ねえ、ねえもうな今何時間 ?40時間ぐらいやってんでしたっけ。ねえ、40時間もやってんのに、なんであんなにて、ねえ、体力とかテンション高いんですかね。すごいですよね、本当に。ちょっとね、なんでですよね、本当に。で、普段から体力鍛えてんですかね。僕みたいに家でね、ゴロゴロしてるんじゃなくて、空いた時間は、運動とかやっぱちゃんとしてんですかね。振り切ってるからでしょ。振り切ってるって。足踏みの蓄積。そうなの。お金のためじゃない。いや決断する。お金のためでもね、僕じゃ絶対無理でしょう。帝王もこの薬を飲めば寝ない枠できるようになるよ。本当にその薬大丈夫。はい、101個目さん、102個目さん、いらっしゃいませ。こんにちは。はい、何、肺の許容量ってどういうこと。かばいさんもいらっしゃいませ。こんにちは。ストレスなくてドーパミンで麻痺してるんじゃん。ヘブンエゴ変化かもしれませんけど。そんなこと言ったらストレスなしだったら僕だってストレスないでしょうからね。毎日9時間ゲーム配信できるのもなかなかのものでしょう。いやだってね、でもね、9時間以外はね、何にもね、だらーっとしてるんですから、ね、睡眠時間もちゃんとキープできてるし、いやね、やっぱ信じられないですよ。でね、もうね、寝ないわけやってない。僕がなんか今もうクソ眠いってね、なんか思ってるぐらいですから、ね。帝王様は何時間寝てるの。寝れるだけのは寝れますが、だいたい1日7、8時間ね。ただ寝れないときはなんか4時間ぐらいになっちゃうときもあるし、質、いや、リスナーさんの質は別に関係ないでしょう。ちなみにチンタケフセは昔本当にボウマンガにあったネタである。そうなの。8時間は長いな。ねえ。いや、でも8時間ぐらいね、寝ないとね、疲れ取れないですよ。今はパソコンしてボケーと派できるけど、ゲーム長時間やるの無理だわ。1日2回寝れば整うんじゃないの。ゲームの放送見ながら家事をしたり、ゲームをするのが休日の楽しみ。面白いね、リスナーさんが楽しめる配信を提供できればいいんですけどね。なんで僕の住所が特定できてんのっていうか、そもそもうちマンションなんだからね、僕の家だって何が超大手って、おかしいでしょ。ね、確かに分かりますよ。だから僕もね、もうこうやってね、いやー、寝れる時もあるけど、めったにないでしょうね。
料理しないもん。僕はゲームしか。でもね、なんかね、もう配信っていうか、配信でだからね、ちゃんとやんなきゃいけないって、そういうなんか義務感っていうか、やんなきゃいけないって、なんかそこまで追い込まないともう、配信できないですよね、僕も言って。ね、多分ね、いつでもね、好きなように自分のやりたいようにいてね、やるってなると、なんかね、いざやろうってなると、なんか、やる気が起きないんですよね。世の中勉強だけが全てじゃない。私服生活で全て発見したクズの末路漫画に凝ってきた。どんなですかね。横浜の傷害事件犯人捕まりましたね。ね、あっさりですね。だって、昨日の今日でしたっけ、あ。何があるんですか。あってね。配信できてるんですから、僕は関係ないでしょう。なんかね、24歳ぐらいの若い人でしたっけ。ずっと見てるのがもう無理になってきました。何か、あ、ですか、あ、替え玉？何が替え玉ですか。あ、仮に僕が、ははっていう、あっていう時点なんでしょう。ねえ、怖いですね、ほんと。ねえ、帝王、老眼来てるの？老眼は来てないんじゃないかな、一応。そこまで金ねえのが底辺でしょ、殺してまで金奪うほど追い詰められてる。そこまで追い詰められる前になんかね、他の道はなかったんですかね、と思うけど。例えば一流大に入ってバイトテロしたらクビになった上に損害賠償1000万、そして無論退学とかね。うわぁ、ひどいですね。てちゃんも親刺しちゃダメだよ。ね、刺しませんよ。てか、親刺したらね、僕の生活がね、維持できないんですから。帝王さんの中央大卒やからそこそこいい大学やね。中学校ですよ。公立の中学校卒ですよ。大卒なわけないでしょ。はい、132個目さんいらっしゃいませ。どうも、こんばんはです。お聞いた。入った。まさなか説だよ。なわけあるじゃないでしょ。刺すとしたら親の方だよね。ね、刺されないことを祈るだけですよ。でもさ、この群前に数減ったらもう安心って外出しそうじゃない？ね、どうでしょう、そこは皆さんのね、認識の問題でしょうから。帝王さん、皆さんもこれで大丈夫と思ったんだったら、はい、伊達トラフさんいらっしゃいませ、こんばんは。皆さんはどうですか、このね、東京がね、100人切ったってことで。そして子供から逆感動される。わからないよ、高い保険料払って保険金狙いとか小説にあるやん。皆さんはこれでコロナがもう大丈夫と思ってゴールデンウィークどっか出かけようとか思ってます？今日の夕食は、ご飯と味噌汁と、ご飯と味噌汁とあと昨日のタケノコの煮物でした。夜食は食うかわかんないですね。腹減ってたでしょ、ちょっと今あんまり腹、まあ今食ったばっかりだからでしょうけど、ちょっと腹がパンパンだから夜食食わないで寝るんじゃないかなと思いますが、どうでしょう。でもワイも探そうかな。そう、まあうちはね、もちろんね、僕もゴールデンウィークはね、あの一応、
宣伝じゃないですかね、あの29日からのね、任天堂スイッチの全部伝説のブレスオブザワイルドやる予定なんで、いやたまたま一応ね、まあ公表してる感染者の数見る限りはね、一応ね、減ってはいるでしょうね、ピークね、200から200がねピークで、東京のあれ見る限り、どうでしょうね。まあ、僕はゼルダね、ブレスオブザワイルドですよ、やりますんで、まあ興味ある方はよかったらいらしてください、まったりね、ゴールデンウィークゼルダの世界に没頭します。どうでしょうね、やっぱ出る人は出かけますかね。検査数減らせば減るから、どんどん検査減らして減った減った言って緊急解除するのよ。さらにクビになったゴミために行列で、さすがに松井が激怒、プレゾーンにメスを入れると発言したそうだ。何時からやるのでブダ、何時からやるのってのは、一応29日の正午から、0時から、12時から6時間と1時間飯休憩挟んで、夜7時から深夜1時の、1日12時間でやる予定です。違いますよ芝居の内容今考えてるんですけど、いやですよ、なんでドラクエ1なんですか。大阪は厳しいからゴミための栄養許可証を取り上げるのよ。それそこまでできますかね。ね、でもそれができるんだったらね、政府が本気でねパチンコ屋潰そうと思えばね、いつでもねそういうことができたってことじゃないかってところですが、いやーですよね、ないわけやりません。そう、それしたら裁判になるんじゃね。どうでしょう、わかんないけどね。店舗報道で意外と閉めたとこあったみたいだね。札も政治家もズブズブだからな。なんだ今のと。で、ゼルダの縛りなんですが、まあとりあえずなんか、あんまり思い浮かばないんですが、まあほどほどに電話、いやうちの電話ないですから。なしでいいでしょ。そう、なし、いやでもね、一応ね、一応クリアしてるから何かしら入れようとは思ってるんですが、第3はならない電話、違いますよ、火ダメゼロそんなうまいねプレイができるわけないでしょ。やるって言っても本当にまあね、あんまりゲームの攻略に支障は出ない程度のね、ぬるい縛りにしますよ。ちなみに三重は全国で最も早く県内全店舗閉めた、これで名古屋からの難民ブロック、そうね、3密を避けるデブダでクリアしてください。3密どうや、3密避けて ゲームでどうしろと。英語禁止はやだ、そういう疲れるの、頭使うのはちょっとね、もっと何も考えないでできるので、ちょちょちょ縛りってどんな縛りになるの、ちょちょちょ言えなくなっちゃうのやだ。多分まあ明日にはなんとかね予約枠取っておきますんで、まあよかったら見てください。ちょちょちょっと言ったら、いやですよ、言って言いますよ、体いことか、あんみつも教えてください。サッカーが中級、バスケが老朽、ラグビーが中級、あんみつは僕食べないからですよ。クソゲー言うの禁止ね、なんでですかねえ、わあ。あいた、死ぬ、死ぬ、言いませんよ。どっちだ、先やるべきは。てか、レイズは勝った。
級、老級、等級、配級、総級、低級、鎧玉、氷玉。いっぱいあるな。名前ですか。ちょちょ見ないのってそんなに辛いの？総級って何？総級って何でしょう？ちょ、いや、だって、癖ってのはね、なかなかね、注意されて、直せるもんでもないでしょう。皆さんそんな、言われて指摘されてすぐ、ハンドボールですか。何？右下のイベ最終日だけど、何ですか？21で終わるんだけど、間に合いそうに知らないです。右下って何？182個目されしますよ。ワリナが先週モームスの中、この間も言ってましたね。僕、その福田明日香っていうのがちょっと誰だか知らないんですが。何のですか？またすぐそうやって下に走る。なんでですか？皆さんも下々の底辺だからそういうすぐ下に走るんですか？あと何時間くらいわかんないですね。育成でしょうね。育成の、あれがでしょうけど。初代メンバー、最も早く辞めたの。健全ですね。なるほど。君の卵略して。違う。エロは世界を救う。ゴールデンエッグ。帝王の思考に合わせてるだけなのに。何がですか？誰が僕がそれ。氷玉はわかるか？ね、え？氷玉？アイスホッケーってこと？チーボール？言われてあれでしたわ。よくわかったな。でもそれぐらいしかもうないでしょ、氷って言ったら。それは英訳です。略してください。略してください。略だってね。ゴールデンエッグでいいでしょう。グラスホッケーは杖玉だからな。ホッケー美味しいですよね。杖玉、そんなのもあるんですか。ホッケーねえ。ああ、また勝利が来た。もう勝利はいいでしょ、ちょっとね。今日の配信で一番疲れたって言ったら勝利が一番疲れましたよ。なんかミニゲーム以上にスパロボやってる時も疲れましたよ。もうねえ、恥ずかしいね、打ちて見せるのもね、もう集大さらしたしね、本当消耗しました。あんなに頭使うとね、あんなに疲れるってね、びっくりしましたよ。同人スポーツっていうのが大ヒント、わらわら。同人スポーツ、え、あ、ゲートボール、ねえ、勝利長いですよね。まあ勝利分かれしたね、見てて楽しめたかもしれん、楽しめたかな。まあ逆の意味で楽しめたかもしれませんが、みんなで楽しむってみたらちょっとね、長すぎですよね。ゲートボール？なんでそんな、ゲートなんかやりたくないでしょ。帝王は5で神の1で使うんだよね。こうなんかルール知りませんよ、逆に。等級。囲碁ってあれなんでしたっけ、なんか囲むみたいなゲームなんでしたっけ。アマゾンで福田の殺到で受付終わったぞ。え？もしかして今でを差別しました？いや別に差別しましたいけませんか。はい、つけもんさん、え、何？え、そんなに何受注が多いってこと？その福田何でしたっけ、アスカでしたっけ、ね、僕全然知らないですが、モーニング娘。見てたね、あのご待ちですか、ご待ちとかね、ほらね、阿部夏美とかでしたっけ。へー、そんな美人なんですか、でもね、モーニング娘。って言ったらね、もう結構だいぶ前だし、今何歳って話でしょ。福田明日香って34歳ぐらいだぞ。ねえ。モームス誰好き？僕あんまり知らないですよね、だから。モーニング娘。ねえ、当時も全然そんなに興味ないから、ついついですよね。ねえ、もっと若い時に出してくれりゃね、もしかしたら僕も食いついたかもしれませんけど。そんなね、年いってからね、そんな、ねえ、脱がれたってね、逆に。
またマンコの話して。だってそういう話題が来たんですもん。数分年齢。いや、いいじゃないですか。何歳まで脱ぐのはあり？まあ、ギリギリ30じゃない30。ねえ、30未満だったら、まあ、まあ、わかるっていうかね。そう。だたいじ15歳へぇ。うん、そうですね。別に。どんなあだ名ちゃん脱いだ時はびっくりしたよな。カンヌちゃんって誰？カンヌ美穂のことどうでしょう。僕あんまりその頃もあんまり女優ね、なんか一時期話題にはなってたような気がしましたが、綺麗なおっぱいしてたわ。そう。菅野、うん、巨人の投手。そっち菅野でしたっけ。でしょ。上がりでビデオ女優とかいるからあんまだな。菅野？ああ、菅野でしたっけ。アイドル上がりでビデオ女優どうでしょうね。ね、昔ほらね、やっぱりね、ヌードの写真出したってね、衝撃あったのね、やっぱり。ほら、宮沢りえでしたっけ。ねえ、あの時は確かね、当時のね、なんか朝のニュースでね、そのことがね、なんか報道されてた記憶があったんですがね、ねえ、ヌードがね、全国ね、宮沢りえは世代を感じますね。元悪部の AV 女優も実在。ねえ、元 AKB の、あ、それもこの間聞いたな。宮沢りえ発売日に買いました。買えないですよ。買えないですよ。ねえ、その頃はまだね、言ってね、ちょっとね、ピュアなね、あれでしたからね。まあ、お金もないし、そんな、本、ね、当時はね、やっぱ本屋でね、買う以外ね、入手手段なかったから、そんな度胸もありませんでした。足立由美の母親はいらないんでじゃない。ねえ。今じゃコンビニでエロ本も買えなくなったし。ね、ああ。ピュアお金がない。ママを産もデビューした。何がデビューですか。ゾワッとしました。なんでゾワッとするの。そんなゾワッとするような何があるっていうの。川島直美とかいかがですか。帝王さん、川島直美ってもう亡くなったんじゃなかったっけ。ねえ、確か当時ね、あのテレビのドラマのね、失楽庵でしたってね、脱いでましたね。そんな度胸はありませんよ。脅すような、そんな腕力ありませんよ。あ、250251コメされしますこんばんは。テオ様スイッチで熱盛配信。いやー、僕相手今ちょっとね、いまいち興味がないというか、興味がね、ちょっと楽しめないじゃんかね。まあ確かにね、本当はね、そんだからなんかね、リスナーさんとかとね、そういうので、交流できればね、まあもしかしたら楽しめるかも、ちょっと無理じゃないかな。ごめんなさい。ああいうのはね、会う人にはね、ものすごく、
合うんでしょうけど、ちょっと川島直美で思い出したが、うん、富永先生は94歳で未だに健在。まあね、王さんって何歳くらいからピュアから野獣になったんですか？何歳でしょうね。集まれ底辺の森。では1個大福20個食べる配信を願います。嫌ですよ、ゲーム配信がしない。何言ってんですか？リスナーと交流でしょ。うん、あ、それも前聞いた。帝王は1991年にピュアだったらしいよ。ピュア、うん、まあ確かにね、そういう意味ではある意味ピュアをね貫き通してとも言えますが、よく考えたら女の県民のエロいことしてんだからエロ本買うの恥ずかしがることなかったよな。いや、うん、今内緒、教えてあげないよちゃんです。帝王は53歳。なんで53なの？お、聞いた。かわいい、コンリンキー、シークレットだね。リスナーと合流、嬉しい。39歳くらいだよ。内緒。何言われても教えない。人間界の基準に合わせると17歳でしたっけ？どういう基準なの？給付金入ったらみんなでクルーズ船乗りに行こう。エロビデオ借りる時にあったまともな作品の間に挟んだ借りてたの？何言ってんですか？まあそういうことを最初はしたかもですね。懐かしい。帝王は43歳です、うん、こないだ言ってました。いや、言った記憶はないと思うんですが、はい、273個目さえいらっしゃいませ、こんにちは、うん、あー、いててててあ、なんか、この辺なんだろう、コブがってわけでもないでしょうけど、あー、ちょっと娘が20歳になっても17歳と言い張ることで有名、うん、40代で OK、うん、ねえ、どうでしょうね、果たして何歳か、うん、別にいいじゃないですかね、僕が何歳だって言ってたら、91年に中高生ってことから察したらいいと思う、うん、ねえ、それでもいいかもしんないし、はい、279個目さえいらっしゃいませ、こんばんは、内緒。キャベツの汗漬けや塩昆布が、まあ、なくなることはないでしょうかね。どっかに置きっぱなしにしてるとか。そうそう。別にね、別に。年齢自体はあれだね。ただ、生年月日をね、誕生日教えちゃったからね、年齢教えるとね、生年月日がね、個人情報として漏れちゃうからね、どうしても。ね、教えられないんですよ、うん、誕生日がね、あれね、何日ってまで教えてなかったらね、別に何歳とかね言ってもよかったかもしれないんですが、うん、ね、どこアイドルダブル、何がダブルってどういうこと？今のご時世中卒っていうとアホか悪か貧乏って目で見られる、うん、ねえ、帝王はヤンキーだったか。ヤンキーじゃないですよ。150cm、160kg の方がよっぽど特定されそう。いや、ちょっと違う。今、151ですか、ちょっと。訂正して、うん。一応、ちょっとずつね、体重、ね、なんか、うん、まあ、筋肉が落ちただけかもしれませんが、一応、ね、減ってはいるみたいですから、うん、ちゃんとね、間違いは訂正して、体重は日々ね、変動してますから、余計なお世話です。151cm、155kg だよ。いや、150、ちょっと減ったんですよね。151ぐらいまで。もうね、本当に 151cm の 151kg ってね。うん、はい、なんでセスナチからの、はい、手を待たさらしてます。体脂肪率 100%。
で減ったんだろう？ん？飯のせい？いやだからほら、450km って酸素ある？ねえほら緊急事態、ねえ緊急事態のあれで。ねえ、外に買い物行く頻度が落ちたからね、多分ね、その、うん、やっぱりね、筋肉の分だけ、ねえ、それどこのコンバットラブですか、ねえ、筋肉がちょっと落ちたんじゃないね、やっぱり自粛するってことで、外にね、出る頻度が落ちた分、ねえ、筋肉がね、落ちたから、その分体重がね、ちょっと軽くなったんじゃないですか。ね、一応それがそれだとね、一応ああなるほどって、うん、でも逆に言えばね、緊急事態あれしてね、確かに僕だけで結構な重さだもんね、うん、ねやっぱり筋肉がね落ちたらね、やっぱり軽くなるみたいですからね、まあ逆に言えばね、運動してね筋肉つけばね、その分太っちゃうってことですが、筋肉の分だけ、うん、踊るでぶ踊れませんが、帝王レビテトで受ける、それでますます帝王のチンポはいらない ね知らないですよ、いるかもしんないでしょ、歩くとき本当にのっしのっしってなるんですか、うん、なるか知りませんが、うん、なんか親が曰く歩くとね振動が伝わってくるとはね言ってますね、ズンズンだよ、うん、今日の晩飯はご飯と味噌汁とあと、うん、何でしたっけ、あーわかる、うん、神奈川を震源にした大震災になる、うん、何言ってんですか、ペッポ、何のことですか、ズシンズシン、まあそういうことなんで、うん、それ練習するとアースクエイクって技を習得できるぞ、ビンチョウマグロ帝王大震災、ファイアーエムブレムのジェネラルみたいな歩きなんですね。足の坂とから歩く人はなおさらうるさいかも。足の坂どうかな、そんな、そういうのは気にしたことないな。でもどうでしょうね。かもしんないし。バレリーナみたいにつま先立ちで歩けばオッケー。無理でしょ、つま先だけでね、僕の150キロの体重。支えられないでしょ、つま先折れそう、冬眠は滑らないようにかかとから歩くって聞きましたが本当ですか、さあどうでしょう、おじいさんじゃない、歩くって専門家が本当に言ってた、ナックルウォーキングとか超うるさいよ、うーん、それは嘘だよ、ナックルウォーキング、やっぱり嘘だったのね、何が嘘ってどういうこと、帝王はカポエラみたいに逆立ち歩き、無理でしょ、150キロでカポエラみたいな、そんなね、どうなの、もう無理でしょ、ねえできる人いるの、下手したら首ゴキってやっちゃいますよ、鉄拳なますか、どうでしょう、これでも30兆円か、あ、2回になった、よし、健康のためにカポエラ習うか、わら、カポエラキックってロマサダにあったよね、結構回避率上がってるのかな、ナックルウォーク両手をブーにして4足歩行、拳で歩く、もう眠たくなってきたっつ、僕も眠くなってきた、どうしよう、燃やさないで、ね、スピニングバードキックしたら絵的にヤバそう、どうでしょうね、エッチ、何エッチですか、エッチ、エッチじゃないでしょう、デイちゃんエッチ、チューニングからで訴えられるな。今日は米が少ないね、先週はここで1000個目いてたのに。でも、1時間で338でしょ。ねこのペースだったら、4時間ね、やったら、
ねえ、1200ぐらいいくんじゃないの？ねえ、もっとね、コメント減って、ねえ、もっとまったりやらして。もう1時間でも、ちょっとブロッキーですよ。どういうこと？え、1000、ねえ、だ、そう、ねえ、2000行った時、その前の週でしたね。ねえ、2000個目ね、この枠でね、行ってね、そんなに本当にもう、全然早いですよ。し、本当皆さんもね、年取ったら本当に急に体力ね、衰えるでしょうからね、皆さんも気をつけて、あ、ちょうど来た。ねえ。ですね、KO だけ全然ヒットポイントがなんか加藤隆とボビーなんかリアリティななんかスタミナ値ですねなんかね一般人の半分程度が僕のヒットポイントね。とりあえず課金はしてあるからいつでもぶっ込めるよ。いいですもう今日は腹だこやめて、気が向いたらでいいからっていうかねえな、お金はそんなもったいないことで使わないで。最近、500kg の鉄は本当に自力で歩けなくなったからな。帝王の力は255でしょ。まだ1時間も経ってないのに大盛況。でも、ね、もうお疲れ。笑。ねえ、ほんのね。一つからしたして、どうすんの、あと3時間も。やめて。何でそれ。知らん。貨物かよ。パンチングゲームで何？ねえ、パンチングゲームで何？どういうこと？500kg だから重量運搬だな。へへへ。そう。あれ？あ、糖度入った今。あ、すごい糖度が決まった。レベル3でも決まるのか。たった52分で米349はすごい。あー、テレポ使っちゃった。あー、でもこれやれば、シェアルのランクは上げられる。トードとフログ、どうでしょうね。あ、違う。あー、頭が回んない。アリゲーターとクロコダイルもどう違うのかとかね。それ名前だけちゃう？名前だけなの。アジアの恥さらしにデジョンって超あるけど、なんで透明の魔法あるんだろ？デジョンって街さ、どういう意味なんでしょう。帝王のアリガネは神クズ。何のこと？すごい。また糖度入った。なんか核片入った。ウルガイの下はモンテヒデオ、ヒデオ、ヒデオっていうの？モンテネグロとかじゃなかった。トルコの人はアンカラ。アンカラ聞いたことないですね。途中で寝てもエミアで。まあ、本当にダメそうだったらもう寝ますよ。ね、眠気覚まし用のコーヒーはね、一応今飲んでるんですが、知名度はイスタンブールのが高そうだけど、イスタンブールだったらね、知ってますよ、ね、日本の人は町田こと東京、町田は関係ないでしょ。
寝てもいいけど次回その分やってね。へへ、じゃあやですよ。じゃあオーストラリアの人は、オーストラリアの人、キャンベラでしたっけ。シドニーじゃないんでしょう。メラボンじゃね。それはなんかで聞いた。トリニダード、トバゴの人は、知らない、なんでしょう。で、KR わあ、どんどん加藤隆の、加藤隆の天井がどんどん右肩上がりに増えてく。いいですよ、もう。今日はやめて、腹太鼓やめて。腹太鼓やめて、トリニダーと。そんなに言うこと詳しいですか？ブラジリアでしょ。何のこと。前世が地面なんだろうね。ああ、地面ってどういうこと？地面に前世とかそんな来世とかあるの？そう。地球出身ですか。地球出身は神奈川なのか東京なのか間を取って人だな。間、どこのどこの間を取ると人になるの。オリンピックを開催したこともあるスペインのバルセロナ。日本で言えば大阪みたいなところ。帝王来週から暇だよ。北海道の人は札幌。北海道の首都ってどこですか。アルジェリアはわかんないです。ねえ、だからそこまで僕地理詳しくないですよ。ナイジェリア。ナイジェリア国でしょ。レバノン。レバノンは国家の名前じゃないの？え、違ったっけ？アメリカの人は？うわ、アメリカの首都はワシントンでしょ。それはさすがに、バカでも知ってますよ。帝王のとこは？何が？首都って日本の首都は東京でしょ。スワジランドの人は誰も知らない。っていうかスワジランド自体知らないですよ。グラズ・ワシントンは違う州の名前だぞ。帝王は実は中卒じゃないですか。ワシントン DC や。帝王の祖国の人は平壌。さすがですね。中卒の知識じゃそんなもんですよ。リビア知らない。なんで今日は世界の地理教室みたいな話になってるんですか。スペインの人は？スペインの人はマドリードでしたっけ？違ったっけ？マドリッド。マドリッドなの。スワジランドの人ムババーネとか誰も知らんわ。知らない、どっちも知らない。てかスワジランドはどこにあるか知らない。カナダはオタワでしたっけ。ね、オワタってね、なんかネタのありましたが、マドリッドが東京ならバルセロナは大阪。オワタ、オワタ、オタワでしょ。ああ、ワンパン。カナダはが終わったとか自落ですか？中国は設定なんですね。なんで？地方ハムハヤスペインではない気が。ベトナムは？バーバー、ブエノスアイレスはどこの国の人？ブエノスアイレス、どこでしたっけ。アルゼンチンがチリじゃなかったっけ。どこでしたっけ。なんか聞いたことありますよね。
原付の国ベトナム。あれレイズ入らんね。なんで入らんのレイズ。あれれれれれレイズ。バヌイ。キャプテン強すぎじゃね。中名在日スワジランド人民集団って本当か？あったことねえわ。原付で暴走して人を引きまくる文化。なんで生き返らないの？なんでレイズこんなに低いって成功率。全然なんでなんかバグってる？なんか全然成功しない。あいつなんで逮捕ないんだろ。なんてグローバルなリスナーの集まる放送なんだ。かっこいい。さあ言うもんか知らないけど。ゾーラルとどちらが成功率低いですか？どうでしょうね。高さん硬いな、わら。でも戦闘中じゃなきゃね、こっちはね、レイズは成功絶対するはずですから。レイズね。タフすぎじゃね。高さ。カンボジアのポルポト、中国の毛沢東、北朝鮮の影正雄、神奈川の西欧。どういうこと？キングストン出身の生産者すが。キングストンってどこ？あんまり難しい話題だと余計に眠くなっちゃうからやめて。もう頭が回らない。帝王は神奈川の独裁者か。独裁者になれるわけないでしょ。独裁者だったらね、毎日毎日をね、美味しいもの。わかんない。だから、なんでしょう、やだ。もうちょっとゲームの話題に触れて。え？知らない。どうでしょう、ね。帝王の原動力はエロだからトン。またマンコの話か。帝王の初デート教えて。初デートパーフェクト DT だって言ってるのにデートなんかねしたことあるわけないじゃないですか。悲しい。じゃあ競馬の話しようか。競馬最近の競馬知らないから話ついていけないし。なんでこんなに眠いんでしょう。じゃあ私はちょっと上に毛残ってて周り綺麗なマンコ好きです。そう寝るの永久に。永久に東海帝王は知っていますか。名前ぐらいだだ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 。仮にデートしたらおごる方？え？仮にデートしたらわかんない。どうでしょうね、おごるかね。あ、死んでんじゃん。加藤隆。あれでヒットポイントあってもね、死ぬんですからね、加藤隆。だらしね。ねえ、まだ全然死なない。手を見習いって話でしょ。まったく。うちの近所のホテルニュースに出てる？破産か。破産しちゃったの？下の話になると帝王のチンポが切断される。どういうこと？退院した人って普通にその辺うろうろしてるんかな？そうね、別に外出規制されるわけじゃないんでしょう。ねえ、だってねえ、検査して陰性って認められたってことですから、そりゃ出かけんじゃない。ねえ、なんかさっきテレビで言ってたけどね、別にねえ、ねえ、完治したからってね、その抗体がっていうかね、できるわけじゃないみたいな話テレビでやってましたが、
ね。だからね、まあ再感想するなんて。帝王よく言われない。チンポの皮も剥けたい大人がって。知らない。だーい。頭いて。眠そうだな。眠いし、頭も痛いし、もう。なんでこんなに体力ないんでしょうね、本当。まあ運動すりゃいいんでしょうけど、ここは相変わらず優雅な放送だわ。優雅ですか。体調厳しそうなら休んでもいいよ。本当にダメなら休みます。ちょっと待って。痛いな。ちょっと本当になんかこれどうしたんだろう。今までにないような痛みなんですよ。これ大丈夫？じゃあ今から1時間半休んで22時からやろうか。やだ、4時までできます、ね、できませんよ。これ本当にゼルダやれるかな。12時間、10時間に減らした方がいいかな。ちょっとこの体力のなさだとちょっと後々ね、多分出した方がいいかな。このあれじゃちょっと12時間1日はちょっときついかもしれない。なんでこんなに痛いんだ。時間あるぞ、頑張って。テレワークの質疲れてんの。ねえ、疲れてんですかね。はい。無職なので逮捕に来ました。なんで無職は罪じゃないですよ。その頭痛治し方法、放送やめて自分のやりたいゲームをやりたいようにやる。そう、それで治るのだってね。なんでしょうね。ほんとにちょっと寝落ちする前に放送切り上げてもらえんやで。今まで頭痛の経験ね、ないんですけど、なんででしょう。ああ、死んだってよ。嫌ですよね。ストレスが原因で頭痛って起きるの？換気はしてる？換気はしてますよ。ねえ、でもね、コロナの諸症状にね、頭痛ってあるから。やった。同じ姿勢でいるのも良くないわな。帝王もそのうち弟に呼んでって言われるようになるのか。一人っ子ですよ、僕。嫌ですよ、嫌ですよ。このタイミングで病院なんか行ったらね、余計なものまでもらってくるでしょ。余計なもん、笑。いや本当にね、本当なんか一定感覚でズキズキきますね。やだな。お母さんも病院で移されたらしいよ。でも考えたらそういうリスクだって高いでしょう。ててボビー。
落とせ。ナイス。たた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 。なんでここ痛いんでしょう。熱はないんですよ。いわゆる平熱ですから。いや別にね、今日は全然熱っぽくもないんですよ。うん、あどういうわけかというと。家に行こうか。家に来てどうするんですか。家に来てどうするんですか。お母さんって高級住宅地で帝王さん家に近かったららしいね。どうでしょうね。ゲームやりすぎって言ってもそこまでやってないでしょう。違う。違う。帝王もうコロナ確実。マジ、もうダメ。ね、ほんとそっちが怖いですよね。自分だけならまだいいけど、もうね、自分から親とかに移したらもう、どうしようもないな。出て。初期症状で頭痛くるって、ね、運動不足の人ほど肝性も抗体も体力もないからコロナなる、ね、だからね、なるべくね外行かないようにしてんですがね、どうしてもスーパーだけはね食料買いに行かなきゃいけないから、帝王さんも昔から1日2時間くらいウォーキングしているよ。肩残念ぶわぶわ。2時間ウォーキングがかったるいっすね。ゲームしながら読んでたら本望？へへ、いや、そこまで言うほどもね、あれもないし。せめてね、眠気が飛んでくれればまだいいんですが、目を覚ませ。調子悪そうだけどテキパキコントロールしてくね。そうですか。結構ね、なんか意識が飛んでるせいかプレイがちょくちょくね止まってると思うんですが、どうでしょう、自分じゃ気づいてないけど大丈夫、時々プレイ止まってない、意識あるときはね、ちゃんと、まあ、操作しているんですが、それ以外のときは、上へ。気分転換に視線消してもいいんやで。明日もゲームできそう？ねえ、明日。ねえ。ないです、先手が。
眠くない日なんて、まあね、眠れない日はありますけど、ねえ、寝れない時は寝れないし。バーボン飲んでるの？水ですよ、ただの。ねえ、底辺家庭でそのバーボンなんて違う。まあ、純正僕はお酒飲まないですよ。それコロナなよ。ねえ、でも熱は出ないんですよね。なんで熱が出ないの？眠れない夜、君のせいだよ。何の歌詞でしたっけ？自覚症状ないけどコロナの免疫ある人が 20% くらいいたらしいから、実はもう感染してるんじゃない？でも、感染したら僕、その、一回治るとは思えないですが。全然眠くなくて絶好調ですって聞いてみたいわ。それはでも、でも眠いって言わない日はあるでしょ、言って。まあ、絶好調なんて。ね、ステレス？あ、眠れないよ、ある。君のせいだよ、誰か、思い出した。わ、こつ眠い。僕も眠いから。はい、ジェットさんいらっしゃいませ、こんばんは。ケイスケ氷。ところか頭も痛いし。ピエールは薬やってたから寝ないで仕事できたって。僕は薬やってないから眠いんですよ。ねえ、そんな薬飲んでもね。余裕じゃないですよ。まぁちょっと今、若干あれかも、さっきよりは、ピークがちょっと超えたかもですが。睡眠不足、今日も、いつもの睡眠不足、頭が痛くなっちゃうよってね。睡眠不足ってね。この時間にコーヒー飲むと寝れなくなるから困る。でも眠い。睡眠不足がカバー曲だったの驚いた。カバー曲？そうなの？違うの？何？あの曲ってなんか オリジナルってかあるの？いるけど全然売れてない。何知ってる人？有名な人？アイマスでカバーされてたのは知ってる。歌のうまさに定評のある帝王。うまくはないでしょう。普通ぐらいかもですが。しかも政治的な歌詞ばっかで、テレスでアレンジされてた。そうなの。どうなんでしょうね。初めての中ばかり取り上げられるからな、あのシリーズ。あとあれじゃない、コロッケの歌じゃない？いざ進め屋基地、目指すはじゃがいもってね。テレスって言ったらあの辺の曲ですよね、大体。テイウもちょっとずつ。政治家がアホばっかで眠くなるわ、テイウタ。ね、もっと本当にね、ね、勉強して覚えなきゃね、いけないことなのにね、しょうもないことだったらね、記憶しちゃうんですよね。アホだから。コロッケ作るやつ歌ってください。あれはコロッケだよ、ステレス外人。そうそう、マサルさんでしょ。読み物はどうした？そんなのあったっけ？まだ足りんでしょうね。豚ゴリラだっけ？いざ進めやキッチン。そう。豚ゴリラ。ねえ、本名熊田香織ですからね、本当に。2番では何作るか知ってる？知らない。なんで、ね、2番？なんでしょうね。コロッケだから何？コロッケに何？あのスネ夫みたいなやつは？原爆？スネ夫？あのとんがり？とんがりでしたっけ？ねえ、アキノさんがまあまあとかね、なんかモノマネしてますよね。なんで1番でコロッケ作って2番でそんなもん作るんですか？ユーカリル？何それ知らない。モーマスネの福田の部屋ヌード写真集買う？買いませんよ。
僕その人知らないもん。しかも34でしたっけね、もうストライクゾーンもね的外れもいいところでしょう。頭いってストライクゾーンは15-25歳。何をおっしゃる。キテレツ様が作ったんだよなね、この男。殺してでしょ。作ったっていうか、まあ、設計図がね、あの大百科に、載ってて、それをね、キテレツが作ったって、あれじゃなかったっけ。2番ではナポリタン作るんやで。え、ナポリタンなの。コロッケでナポリタンね。コロナスケですか。え、コロナスケ怖いでしょ。玉ねぎ切るときに目が痛くなるでしょ。その痛い成分がユーカリル。へえ、そんな名前なんだ。ああ、聞いたことないっていうか。てあ、コロスケの設計図ってニコニコ大百科に載ってるの。キテレツ大百科でしょ。ニコニコにあるのってな。あ、違うわ、キテレツ岩井様が残したんだっけ、設計図。たぶんそれ見て作ったんでしょ。てたことないわ。ん？確かアニメの最終回はね、あれなんですよね、確か。そもそも最後あるんかな。ああ、いや、リアルでね、テレビ見まして、確か。ほら、コミックの単行本のあれがね、大百科がね、燃やされてね、あれでしたって。もう昔すぎてうっすらだわ。それ、ひらかじんなんじゃない？単行本のね、あの最終回が大百科がね、親が間違えてね、捨てられたから。ね、それを回収ね、拾おうってあれでしたら、結局ね、まあ大百科燃えちゃったんですが、ね、キテレツが燃やされたのか、ね、自分でね、これからはね発明していこうって、そういう終わり方でしたが、アニメはその後なんか、なんか、アニメはなんかその後ね、なんか、だから昔のキテレッサイ様がいた世界にね、なんか大百個もらいに行こうとしたんでしたっけ。で、そう、ちょっとその後流れ星じゃないけど、結局ね、なんかね、結局殺してがね、その時代に。燃やすで大百科。ねえ、殺しがなんか、今日はには感じないけど、キテレツの優秀さは、でもなんか知んないけど、なんか、殺しが結局ね、その江戸時代だからね、残るって、なんか、そういうオチだったの、ちょっとさ、覚えてないですね。昔も一回見た記事ですから、そういう話だった。なんか知んないけど、お別れになったって。それで終わったような気が、ねえ、でねえ、キテレツ終わって翌週からねえ、こち亀でしたっけ、それくらいは覚えてますが、なんでキテレツには殺してがねえ残ったのかは、その辺は全然もう覚えてない。さよならなりって別れたんだよね、確か。そうそう、なんで別れたんでしょうね。そうそう、こち亀は映画以降全然見てないわ。なんで覚えてないんでしょう。まあすごい、加藤隆だいぶ伸びましたね、ヒットポイント900。わー、すごい。クリティカルクラットもまだね、ピンピンしてるあたり、すごいですね。だいぶヒットポイント。これだったらそろそろミシディアね、もうちょっと期待、うわ、でも547。怖い。高に比べてて、ね、
ね、これじゃまるでね、なんかチャウズじゃないですか、僕の立場が。ね、修行はしたが、この先の戦いについていけそうにないって、なんか置いてきぼりされるんじゃない、大丈夫。ね、ゲームの仕様でどうしてもね、あのね、真ん中の2人が、あのね、狙われにくいんですよ。このゲームの仕様でなんか真ん中の2人がなんかね、一番攻撃狙われるから、そう、そういうね、仕様があるんでね、どうしても真ん中の2人がね、こうやって狙われるから、まあ、しょうがないっちゃしょうがないですが。帝王以外寝かせとけばいいじゃん。いや、帝王のヒットポイントはちょっと無理です。帝王のヒットポイントではちょっとね、まだね、一撃しのげるかどうか微妙なとこですからね。4人目？いや、だから、4人目ってね、今次入れるの、ね、あの、ヘボイ、ヘタル王子だから入れてもいいね、入れなくてもいいですよ。いや、ダメですね。並び替えはできないでしょう。あくまでね、前か後ろかって判定ですから。並び順は変えられないんですよね。いて。じゃあ。こんばんは。はーい、どうも。568個目線でした。ごめんなさい、こんばんは。だってタカさんもう見た目からタフそうだもん。へへへ、ねえ。ボビーよりタフってのもどうなんでしょうね。デスリンですね。エブダンユーなんてやるんだったらこれくらいのね、やっぱりタフさがないとね、実際やっていけないんじゃないですか、ボビーや女子。これでね、ようやく帝王もヒットポイント400いた。それ、車にポッピーでしょ、ポッピーですよ。ボビーじゃない。なんだかんだで耐えられるようになってきましたね。実、まあ、多少は気が紛れてるかもしれないけど。当たり前じゃないですか。何言ってんですか、リスナーさんの方がセンスないでしょ。何おっしゃる？てお迎え。何お迎えですか？本当にでもお迎えになっちゃいそうで怖いですよ、ね。ピーボー、ね。今日はなんかね、やたらと救急車が通りますね。もしかしたらうちの町で。病気なの？病気じゃない。今の実運ばれるのは嫌だよね。怖いでしょ。ね、もしかしたらうちの町でね、クラスター発生とかだったらシャレにならんでしょう。怖い。さあ、配信許してくれますか、病院って。でが今ね、病院だってどうなんでしょうね、入院させてくれるんですかね、ベッドが足りてるからね、わかんないですよね。ね、ホテルからね、ホテルはどうなんでしょう、ね、ネット環境あるかね。うわ、加藤隆1000超えてんじゃん。どうでしょうね。ステータスどう？体力でも20か。体力29。そう。体力39。やっぱり体力があるから、その分伸びるのかな。
間違えた。でもこれだけ耐久つけば、西でや、なんとかたどり着けないかね、昨日よりは。そう。うわぁ、それでも600になってる。このゲームって普通にやってもこの稼ぎいるの？いるってことはないでしょうけどね、やっぱり経験値みたいな概念じゃないから、まあ効率はいいでしょうから ね、手っ取り早く鍛えるんだったらね、さあね、やっぱりおすすめでしょう。特にね、結構ドロップもいいからね、お金も金策もね、結構金にもなるし、やっぱやるんじゃないですか、キャプテン狩りは、禁止とかじゃない限りは、魔法ばっかり使ってるとその捨てが上がりやすいの？そうですね、だから攻撃魔法使ってると多分このゲームだと知性ですか、ただしまあね、魔法ばっかり使ってると力がねどんどん下がってっちゃうんで、ステータスね、そうやって、相反するパラメータあるんで、だ全部のステータスをね、だからマックス2みたいなことはこのゲーム無理ですよね。わお。つまりどういうことですか？つまり。筋肉は使えばね、硬くなるし、使わなければ ね、なくなるんですよ。そう、だから、簡単に言えばね、そんな、オールマイティのキャラは作れないってことですね。脳筋か、ね、魔法か、どっちかしか。特に付き合ってくれるキャプテンもいい人ですね。ねえ、いい人ですね。無職が続いたらハローワークに行けなくなるってことね。わかりました。その例えは正解なんですかね。そうそう、東堂育成でもいけるかな。そうなの？そうなの。いてててて、ねえ、ちゃうって言ったって何かけるの、じゃあしょうがない、そんな変えてって言うんだったら、じゃあミシディア行きますか。そろそろ行けるかな、っていうか勝てるかな。逃げればなんとかなるかね。アニソンね、ちょっと行ってみましょうか、もう一回いざミシディア。
帝王さんはハロワ行かなくてもいいくらい金あるんでしょ、さして。ねえ、だったらいいですよね。ねえ、お金あったら何してるでしょうね、もっと。悠々自適な、ねえ、毎日遅れてるかもしれないし。ねえ、ドライブとかね、旅行とかもっとね、アウトドアなね、人間に。なってたかもしれないですね。うわ、怖そう。地下の帝王で、ゲームしてると思う。そう。笑。そう。変わんない。うわ、206。206で全然ダメですよ。万歳、万歳、万歳。これ逃げるしかないかね。はい、東堂さんいらっしゃいませ。あれ、ゴーストってに、うん、ゾンビってなんか逃げられないとかあるんでしたっけ。クラウだ。うわ、クラウ。うわ、クライマックリー、ちょちょ、スターマヒ、ちょ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 。ちょっと、やっぱきついか、ちょっと。いやー、カート全然持たないじゃん、ちょっとどうすんの、これ逃げ切れる？ブブブとかやってブチ切れてそう。そう。いやボビー、ボビー、帝王。だから家内で金あるなんて極一部のセレブやね、ほとんどは貧乏な定員よ。そう。ババババババ、ちょ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 。ババババババ。定量で読んだ。あババババババ。全然歯が立たない。ええー。どうする？もう一回だけ行ってみよう。多分今のやつだゾンビだから逃げられなかったんじゃないかなということで、もう一回ワンチャン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 。いけいけ、虫で、ホーリーサイトに入ればいいんだ。ホーリーサイトに入れば進めるんだ。アンデッドならレイズでしょ。え？ああ、聞けばね。ちょ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 。何猛毒でちょ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 。ちょっと死んじゃう、死んじゃう。ちょっと何これ、ちょっとおかしくない。ちょっとゲームバランスおかしいよ。おかしいよ。ちょーっと。おかしいよ。死ぬ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 。死ぬ死ぬ、助けて。じゃあ、逃げた、よかった。一回でも逃げちゃえばねえ、レイズとかで立て直せば、まあ一応、あと S な S な S な2で治る、治るか。あと KR だ。これでなんとかミシリアまで行けばね、一応。使うのね、させて。数歩ずつセーブして引火したらリセットのが早くね。そういうやり方できればあんまり、ちょっとやりたくないですね。まあ本当はその方が理にかなってるんでしょうけど。昔のゲームバランスなんて合ってないようなものですよ。はい、610個目さ。でもあんまりね、レベル上げの作業ばかり作るのもね、つまんないでしょうか、しょうがない。なんででしょう、世界ね、打倒帝国になんか立ち上がったみたいですよ。こうやっていくしかないですからね。これ昔やったことあるわ。それは昔のゲームですから。いたたたたた。やばい、インプだ。じゃあ。ゴールドフィンガーで世界救うの？救えますかね。途中敵強すぎて断念した覚えがある。ねえ、まあ確かに。ねえ、結構ね、ゲームの攻略し、ねえ、育成間違うとね、全然、ねえ、きついでしょうからね。ね、FF さんは、僕は FF3 がね、初見プレイですから。はい、どうも、てつさんいらっしゃいませ、こんにちは。なんで戦わないの？まともに戦ったら勝てないからでしょう。逃げて逃げまくってしのぐしかないんでしょう。とりあえずミシリアまでは。自分機能簡単だったって言ったけど、ワンダースワン版でした。あ、そう。どうでしょう、ワンダースワン版だとそんなに楽になってるの？で出たね、そっちやってんやで。いや、僕やるんだとファミコン版やりたいですね。
ね、そっちのリメイクの方のはちょっとね、あんまり馴染めないというか、うん、やるんだとやっぱまたファミコン版ですかね。じゃあ逃げられない。ファミコン版の実況は面白い。そう。622個目さえいらっしゃいませ。3の 2D のリメイクってないよね。2D のだね、元々のホンダね、ワンダースワンにね、 FF がね出るって時にね、3もね本当は作る話だったんですがね、どういうわけかね、中止になったっていうか、ね、1と2しかね出てないですかね、やられた。逃げき逃げらんねこれ、自爆は。じゃあ痛いよ、逃がして、これ逃げられない敵なんかいるのかね、やっぱり。逃げられないじゃん。逃げられないのかな。ファミコンの1はなんかね、特定の演歌だとね、ザコ戦アドバンスの3だけないよね。そうですね、ね、なんかそういうのあった気がしたんですが、ステータスが弱いから逃げれんのでしょ。ドラゴンクエストで言うたらレベルが低いから逃げれん。そういうこと。死んだ方が早いかな。緑色のやつ果てよ。どうでしょう。でもあんなに僕上背ないですからね。ててやられた。なんでニキビアに行きたいんですか。え、いずれ行けるんでしょ。あの次のね、あのカシオンの城にね、あの行くのにね、あそこのね、松明、エリオの松明でしたっけ、取るのにボスがいるんですけど、そのボスがあのね、魔法攻撃が全然効かないみたいですから、そのね、どうしてもあの炎とかなんかね、氷とかの属性は効かないらしいから、バルーンキャー最下位のバルーン以外にこれね、何ギガースの方がじゃないの、そっちがダメってこと？あ、1位、あぶね、ねえ、大丈夫、もうちょいよーし、あと15、なんとかなったか。ただ問題はこの石が S なで治るかですね。 2じゃ治らんか。まあなんとかついた。ちょっとまあいや、ちょっとすいません、ちょっと トイレ行きたくなっちゃったんで、ちょっとすいません、トイレ行かせてください。ちょっとトイレ行ってくんですね。じゃあ視線処理でもやってて。本編、高級、まあてか高級てか無属性の属性がない魔法を買うね、買うってことですね。お湯かちはちょっと腫れてたんで視線処理で我慢して、はい、じゃあ行ってきます。こっち本編来た。
始まってたよ。あれ？バグかいな。チャンスだったのに。始まらないときは更新すると始まるよ。はい、すいません、お待たせしました。何始まらない、なんかそういう不具合あるみたいですから、始まらないときはもしあれだったらブラウザちょっと更新するとかで対処してください、ちゃんと手洗った？洗いますね、洗いましたよ当たり前でしょ。ファイヤーいらん、カーズいらん、ここ盾売ってますかね、なんかいいの、ミスリンの盾。洗いませんよ、録音しましたなんでそれ、勘違いの時だけきっちり録音しておくのやめて、もう洗うに決まってるでしょ、はい、フェニオあるか、5000か、高級品ですね。エーテル、コテージ、エリクサーじゃなくてエリクシャーですね。しかも5万、クソ高。お、また増えた？金の針。金の針もクソ高いですね。お、また、ね。とりあえず、灯籠を覚えて。金の針で。直ってどうでしょう、ここ盾売ってるかな、いい盾あれすりゃもっと回避が高くなるかな、くださいな、はい、コーヒー、アイシールドか、盗賊のコテとかも防御いいかね、あまり買ってもあれですもんね、とりあえず3つにしとくか、ねえ、ホーリーのお金がなくなったらそっちの方がシャレにならないですもんね、ミスリルの代わりにアイス、どんぐらい変わる、だいぶ性能上がる、あんまり上がってないねえ、回避率今ボビーが49でしょ、でもこっち53%、 なんでこんなに上がるの、アイスシールド、ミスリルの盾、あれなぜ、なんかあんのかな、アイスシールドのミスリの盾、ここは46、しかも3回になってる、回避3回になってる、こっちまだ2で、回避率は各キャラの素早さが反映される。素早さか、なるほど。つまり帝王は呪いと。動きが鈍いから回避が高くないと。これどうでしょうね。あ、でも、47になったあれ。銀の胸当て関係ないの？素早さがあったから。銀の胸当て関係ある。あ、回避率60に上がった。
どうかね。外してみる47。本人の能力そのままってこと？わかんないけど。いや、わからんけど。52。まぁ、ちょっと上がるか。じゃあ、胸当ていらんかね。ね、とりあえず、フォール2つか。素早さ、重さの加工修正を受けます。ねえ。はい、ください。ホーリー。二つはいるでしょうね。FF には基本のうちにあったから全然覚えてない。チェンジどうしよう。加藤隆にしようかな。で、ホーリーを。帝王とボビーで、どうでしょう。ホーリー鍛えなきゃあれかね、ダメージ全然取んないかな。まあ、これでだいぶ強くなったでしょうからね。帰宅の道中もなんとかなるかな。お金もせん、いや逆にこれや宿代が足りなくなっちゃうかもしれないですからね。ちょっと気をつけないと。まあ、とりあえず収穫終わったからさよなら。いいんですよ。さらば大佐。じゃあ、帝王、靴下いばいねえだから風呂行ってくる。はい、行ってらっしゃい。なんで靴下脱がないの？よしよし。頑張れ、頑張れ。さいなら。じゃあ、わお。裸にいそはいいものだぞ。え？帝王よく知ってる。知らないですよ。僕はそんな靴下にね、燃えとかね、そういうの覚えないから。いや、石田純一は靴下履かないらしいよ。なんで履かないんですかね、知らんけど。わーお、わーお、やめて、怖い。全然強くなってないですか。ちょっとマシになったかなと思ったけど、ステータス的には全然変わってねえ。逃げて、ナイス。ああ、だからこいつ、ボムがいるから逃げられないってこと？倒すしかないってこと？ちまちまセーブの術ずるい。しょうがないでしょ。勝てるかな？200。170。ブリザードファイヤー、ファイヤーは弱点。お、すごいすごい、ナイス。相手によってはまあこれでもやれますね。
チャンス154、400でも落ちないの。やっぱり自爆してくんですかね。怖いけど。じゃあ、あでもそんなにダメージ食らわ。なんだ自爆の方が弱いじゃん。はいどうも、ちょまかはるかさんいらっしゃいませ。ねえ、全然脅威じゃない。自爆弱。ねえ。最近綺麗に出ないけど、はい、もし終わったというか、積んじゃいました。はい。662ごめんさん、もうギレンのことは忘れましょう。ギレンなんてなかった。ね、いいですか。そういうことです。アクシズはなかった。そうそう。ゾンビみたいなやつはね、あれですが、それ以外のやつだったら全然渡り合える。何がゴールドフィング、何が黄金の指なの。はい、加藤隆、下町のナポレオンさんいらっしゃいませ、こんばんは。どうでしょうね、そういえば、ホーリーのダメージってのは、やっぱレベル1だから低いかね、これがまあねそこそこダメージ入るくらいになんとかないときついかね、46まあそんなもんですよね。ドラテンにゴルフィンあるよね。え？ゴルフィンって、ああ、ゴールドフィンガーか、ね、懐かしい、あれね、効果落ちです。ね、まあ、波動系の、ね、あれですね。懐かしい。バーキューぶりますね、本当に。コロナがあれしたらね、またこういうやかましい騒音が来るんですかね、本当に。ね、もうちょっとコロナね、蔓延してた方が、世のため、人のためだったんじゃないですかね、もしかしたら。なんと不謹慎な。そう。ねえ、
いのがいるからね、やっぱバイク乗りね、嫌なんですよね、本当に。自分が何を楽しみたいからか知んないけど、周りの迷惑考えずに。言われてみりゃね、コロナのあの時はね、全然ね、こういう騒音なかったっつうのに、いやですね、収束した途端ね、こうやってまたヒャッハーってね、エキゾチック、ね、畜生。コロナチック、嫌いなの？やかましいね、バイク乗ってる人はそりゃねえ、あんまり好きじゃないでしょ、てか皆さん好きなの？乗りが悪いぞ、笑ジェペンって、どうしよう、これチェンジどうかな、ついガンダムの話違いますよ、バイクのね、そのバイクの話、やっぱりコロナは帝王さんのペルソナが引き起こしたのね。そうなの、僕ペルソナ使いだったんだ。なめきのこご飯美味しかった。いいですね。逃げる時のムーンウォークが何気にツボ、わらわら。そう。つか、行くに喧嘩売ってるんですね。そうですね。ね、何が戦艦でバイクですかね。宇宙でタイヤとかね、バカなこと考えて。ねえ、バイク乗りはね、ちょっとまともな進展してないんでしょ。でもこれでなんとかホーリー手に入れたから、これでカシオンとりあえず行けんじゃないかな。ちょっと行ってみましょうか。まあ、あのね、ダンジョンだったら、ザコはもう全然余裕でしょ、これは。今日は誰のキノコをなめなめしたの？どういうこと？誰のって人間にキノコなんて生えてませんよ。どうしよう。え、帝王さんそんな趣味か、趣味ありません。パパ活だけはしないって言ってたね、自尊心は占いさせて。てか男はパパ活なんかねえするわけないでしょっていうか、パパ活っていうのは どっちが、パパ活っていうのは女がするもんじゃないの、女がするわけじゃないの。やだ、しんない。めんどいからもう船で行きましょうか。また将棋のやつ貼られてる、わらわら。もうパパ活にも本気抜いて、もしかして将棋のせいで頭痛くなってんじゃない？パパ活にも何本締め、あれあれ払ったよね、あれあれ払ったよね、ねえ、はい、ねえ、町のもの、払ってない、元締め、ちょっと船がないんですが、なんでなんで船はバグってる、これちゃんとお金払って、払ったでしょ、向こう側にいる間は使えない、マジっすか、それでお金取るの、泥棒じゃん、詐欺じゃん、だからか、ねえ、チンポッポーシコ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 ボッキング、シコシコシリアナクリトリスウラスジキンタマシコシコボッキング、また嵐、ね、コロナな船、ね、
今のは初めて聞いた、もしかしてリストイン。いや、まだ入れてないですが。いや、よその放送でこの連投あったからていちゃんとこで試しただけ。どういうこと？なんで僕の配信で試すってどういうことですか？なんで試すの？試してどうするの？くさ。ねえ。せいちゃんのリアクション狙い？リアクションそんな面白いリアクションなんかできますよね。僕の場合多分この間のレロレロに比べれば可愛いもんだよ。ねえ、それはあれですよね。僕のリアクションなんて言ったってね、どうせカチカチで終わりでしょ。ここで掲げてないこともあるさ。笑い。帝王の枠は実験枠だからね。何が実験枠なんですか。失礼な。そういうことなの。僕の枠のコメントが伸びるのはそういう実験枠だからってこと。悲しい。帝王はサンドバッグ、お尻の人は今週は来た？今週かな、どうでしょうね。先週かな、ちょっともう覚えてないですが、来て NG にしたような気がしますが、うろ覚え。おお、入ってるかな。サイドバック叩いてたら中から帝王が出てきた。帝王リスナーとお尻触り合ってるの？いや、今誰も入ってないですよ。NG は。少なくとも ID は NG にねしてないですから。今なんだやかましい、本当にもうコロナが収束したらこれですかね。まったく。コピペでコメントしたら粛清された過去があります。毎週は粛清にされてるの見ると帝王には悪いけど笑っちゃう。笑い、何なんでしょうね。収束してないのにおかしいね。帝王さんち高級って言ってたやん。ねえ、誰も高級なんて言ってないでしょ。田舎のねあれですからね、こういうねやっぱりね柄が悪いやつしかいないんですよ。試される帝王。飛行船に乗りたいと後ろのやつに金を払いな。乗りたい。カシオン行きましょうか。400ギルぼったくりの畜生。前だり、外の飛行場に、飛行船が用意してあるから、それに乗ってくる。でもやり方がね。ああ、そう。なりたいのかね。眠い。カシオン到着、アーザース。今2時間。まあ、とりあえずこのダンジョンクリアできるでしょう、多分。そういえば少しは寝られたりしたの？まあ今日は寝れましたけど、でもまだね、眠いというか、まあ今コーヒー飲んだらちょっと眠気飛びましたが。ちゃんと味した？どういうこと？ご飯？一応味覚障害は起こってないと思うんですが。ホーリーは単体？いや、全体化できるんじゃないですか。コーヒーね。ホーリーはまあ、多分ね、FF の魔法的もね、単体全体化、両方できるでしょうけど、ただ、全体化するとね、やっぱり威力が半減しちゃうっていうか、下がっちゃうから、まあ、どっちが効率いいかはわかりませんが、
またポール1ですからね、7とかね、こんな弱いもんですからね。黒の飛行船って行き先の船程がよくわからない、ダブル攻めての先って採算取れないだろ、ダブルと思う。さあ、でも需要があるんじゃないですかね、観光ってことで、もしかしたら。あんなとこ一般人は行かない、行くんじゃないですか。滝のね、洞窟の中までは行かないでしょうけど、滝自体を見る人はいるんじゃない。行ったが最後、カヌーがないと脱出もできないし、笑いや、一応歩いて行けるでしょう、確か。ねえ、うん、ロングソード、いらんな。なんだ今の可愛い声は、見たら魔物の餌食だよ。これが、太陽の炎が燃え下がってる。フォロワーでするために、ドアに鍵がかかってる。これで、女神のベルを使うと、美しいベルの音が響き渡ると、音もなく鍵が開いた。で、ここにヘタレがいると。太陽の炎を取ってこれるのは私だけだと思い、ここへ帰ってきたんだ。エリーの松明を探しに行こうとしたんだが、なぜか中にはモンスターが住み着いていて、一人では進めず、かといって手ぶらでも戻れず、ここで途方に暮れていたんだ。城のことは詳しいんでしょ。この城は謎だらけで私にもよくわからないんだ。なんで自分の城わかんないの。案内はできない。案内はできないが、私を仲間に加えてくれないか。案内できないんじゃ何のための存在ですか。なんやこんな下手ね。しかも今本ないでしょ、ねえ、本もないし、そういうことですね。はい、ケンジさんいらっしゃいませ、こんばんは。ねえ、こんなやつね、ちょとっとと真っ平に決まってるでしょ。邪魔以外の何者でもないっていうか、邪魔でしょ。どっちか、手柄だけ奪う気満々。ええ、全くヘタレが。ねえ、おあつらい向きにいいものがあるじゃないですか。アビガンって保険適用外だから一般人には手が出なさそう。ちなみにこの段階でアルテアに戻ってヒルダに話すとゴードンが攻められます。攻められる。アスキーアート省略。アスキーアート省略。ヘタレだけならいいけど人の手柄を自分の功績にするからね。アスキーアート省略。これもちょっとどうしましょうか。ね、次あれしたらあんまりひどいと、うちはね、そういうの厳しいですよ。アビガン高いんでしょ、金持ちさせて、おちんちん警報は音射しませんか、ひー、わらわら。そう、どうしよう。行方不明になった結果、ヨーゼフを死なせることになったので、顔も見たくありません。って言われる、わら、イエローですか。ね、警告でしょうね。まあ一応覚えさせようか。ケイちゃんお絵描き。お絵描きは、払えてないじゃん。何か進展ありましたか。今、カシオンの城、ね、殴り込みに行ってますよ。可愛いから許してあげて。そう。本編じゃん。本編。今払えた。今やりたいの。
ね、今ストーリー一応攻略中ですから、作業中だったらまだあれですが、このタイミングではね、ちょっと、ダークしてあげたいから、じゃあうちまで来て、俺も、うちまで来て、ダークはでしょ、開かないの、じゃあ自分でね、カットするとかするしかないんじゃない、お絵かきしたらギフトく誰もそうは言ってないでしょ。後でやりますから。チャラさん配信のリスナーどういうことでしょう。脱稿って何で、そんなネタの。また救急車ね。今日も特製はましいですね。換気のために今、窓開けてるんです。ねえ、お前何考えてるのか。お迎え来たよ、帝王学校。なんだ、ケアの方が入るじゃん、ダメージ。コロナまで救急車、ねえ、頭痛はなくなった。今帝王はストレス発散、ちょっと引きました。今のところ引いてます。あとでもしょうがないから、寝る前にバファリンかなんか飲んだ方がいいですかね。飲まない方がいい。親に頭痛いって言ったら、バファリンでも飲んだらって言われたんですけど。バカリン、バーファリンでしょ。バカリンって何ですか。よくママを見とや、何時間もゲームやってやとうも痛くなるでしょって言われなかったね。言われないけど、飲むべきか悩ましいとこだね。そう、まあ確かに今は引いてますからね。ね、ちょっと ね寝れないところもあるから、逆に飲んね、ちょっとね、一時にね、一つでも飲んでね、えきっちり寝といた方がいいかもしれないけど、よく走りますね。お疲れ様です。ね、大体昨日80って言ってましたもんね。でも40だってね、普通の人から見たらすごいですよ。はい、764個目さんいらっしゃいませ、こんな。しないのかな。どうでしょう。まあ軽い人だったらそういうのはないんじゃない。まあね、それだけ走ってる人だったらね、多分ね、ちゃんとね、予備のね、タイヤとかね、用意してるんじゃないですか。どっちだ。身長150センチ、体重160キログラムという極めて恵まれた体格を持っており、自転車に乗るとパンクするらしい。大百科より。でも今は一応150ちょいぐらいまでね、落ちてるから、もう160の時はもう遥か昔ですよ。遥か昔かな。いつ頃でしょう。誤差だよ、誤差。誤差まあ普通の人からね、比率で考えたらそれは誤差レベルかもしれませんが。身長が起きたんですか。身長じゃないですよ、体重ですよ。
67kg まで落とさないと、ちゃんと測れる体重計で分かって。だって測れる体重までまだね、出てないから。身長は可変だけど体重は不変な存在だという風潮。どういうこと？身長が逆にこのね、この年になるとね、もう変わらんでしょっていうか。230cmなら体重 150kg でも普通でしょ。230の人なんて皆さん見ます？言って230ですよ。そんな人がね、普通にいるわけないでしょ。たまに、たまにってどういうこと？そんな人見たことないですよ。生まれて一度も見たことないですよ。はい、レバーサスさんいらっしゃいませ、こんばんはです。はい、 FF に縛りプレイで今やってます。ジャックハイマーみたいに帝王も骨延長して伸ばせば、いいです。ごくまれに、ごくまれで、本当にごくまれじゃないの。なんでゴードン倒れてるんですか？はい、どこに？ゴードンなんていないですよ。はい、グレスさんいらっしゃいませ、こんばんは。あれ、ただのモブだから。全然、関係ないから。の最高身長は 231cm です。NBA でしょ。ねえ、それでね、日本の一般人の人がこの頃は戦闘不能じゃないのか。え、そうですね、初期のあれはこのからまだ死亡じゃないですね。ねえ、高いですよね。チェホンマンでも220。チェホンマンいましたね、格闘家でしたっけ。車のレナソン。どうなんでしょうね、2m30とかだったね、本当に小さい車じゃね、スペースないかもですね。ババは200ぐらいだっけ。どうでしょう、あれこっち、あれどっちが来た、あれ積み荷ファイター。あれちょっと待って、間違えた、あれこっちから来たんだっけ、あれちょっと迷子になっちゃった、ちょ、あれこっちから来た、全然覚えてない。209cm、ジャイアントババ。でもね、それでもすごいですよね、2m なんて。普通の人からしたらね、やっぱり。頭回んね。グラタ
雪を 183cm。 ねえ、あれでしょ、仮面ライダーブラックの人でしょ。 178cm。 高いですね。てか、なんでその人生キャスティングの中さんなんだろう。なんで65mm です。そっちのサイズの話題になんでなの。 180cm。 そんな高いんだ。栽培マン芸人は1しこセンチだよ。純粋に177cm。 栽培マン芸人って和田アキ子 174cm。和田アキ子ってそんなに高くないんだね。でも女子にしてはね、圧倒的な高身長でしょ。帝王平常時 30mm。 どういうこと。痛い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 。イメージだと190ぐらいありそうだよね。誰が和田アキ子。ちょ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 、どっちから来た。あれで、こっち？え？ガクト 173cm。 ちょ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 、誰か、どっから来たか覚えてない。ちょっと見てた人いない。ちょ、あ、いたたたたた。追っかけ再生は？ああ、そうか。そういう手もあるか。まぁ、あ、ちょっとこう、とりあえず進んでみてから判断しよう。何が C ですか？知ってんだろうね。教えてくれりゃ。ダメだ、頭が回らん。分散させると全然火力ないんだ。ロマ探しろよ。はい、ゴロツキさんいらっしゃいませ。こんにちは、こんばんはです。ロマサガもういいでしょ。ね、ほんとね、王様こんな状態でこんなになるんですか。よくね、3日間寝ないとかできますよね、ほんとに。はい、銀の神さんいらっしゃいましたけども。どっからだっけ。わかんねえ。寝ないプレイも無理です。ねえ、無理無理、僕も無理。いやー、やっぱね、やっぱ24時間でももう無理でしょ、僕。こんなね、たかだ数時間でうーって。痛い痛い痛い。無理無理。72時間死ぬ。僕の中やったら本当に死ぬっていうかもう。ちょっとダメかもですね、今日ちょっと。このダンジョン抜けたらもうちょっと今日早上がりしますわ。ちょっとこんなにも。体にガタが来てるんですけどね。痛い。おにぎりはバファリン飲んで寝ましょう。ちょっと寝た方がいいでしょ。ちょっとこれだけあれだと思う。
ね、この後連休で配信することも考えると本当に支障が出かねないっていうか、申し訳ないけどもう本当に体力がない。今日のところは薬飲んで寝たら、てっ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 てよ。ちょっとこの男女終わったらそうしましょう。ちょっとカロリー足りなかったんじゃないの。ダメだ。え？おかず？いや、それはないでしょ。摂取カロリーはいいでもね、脂肪っていうねエネルギーの蓄えがいっぱいあるんですから、いてててててて。帝王さん、何の薬飲み出したんですか？薬のまだ飲み出してないですよ。ちょっと頭痛いからバファリン飲もうかなって、そんなあれですよ。はい、816個目さん、いらっしゃいませ、こんばんは。とりあえずちょっとこの男女終わるまではあれですよ。マッキーが使ってたやつです。マッキーってない。そっちはそのお薬じゃないでしょ。ロキソニンって何でしたっけ。ん、効率上がった。ブラウン戻ったところで、頭痛ってどんな痛み。何でしょう、頭の、さては頭回ってませんね。右の何でしょうね、え、耳の上あたりが痛いんですが、何でしょうね、この辺が、なんか痛いから、何が原因なんでしょう。何でしょう、こめかみの近くかな。なんか時々ズキズキ来るから。何でしょう。だから親、ねえ、そしたら、バファリン飲んだらってね。寝た方がいいよ、てよ。寝ますよ。だからここだけ終わったら。ねえ、なんか今日すごいですね。なんで今日こんなに救急車多いの。本当にこのなんかうちの町もしかしていきなりクラスターが発生したとか。バファリンの半分は優しさでできてるらしいです。その優しさにすがろうと思いたいです。ね、できればあんまりクリス、ね、薬飲まないようにしたいけど。あいたたたたた。三次救急病院ですら逼迫してるらしい。頭痛薬は中毒になるとか言いますもんね。ちなみにその痛み続いてる？え？それとも今回だけ？今回だけって意味がわかりませんが、今日だけですよ。今まで、そんなことなかったようなあれですよ。おそらくだけど、緊張性頭痛が一番当てはまる。
まあわかりませんが、まあ緊張なのか何なのかわかりませんが、まああまりね無理はしたくないんで、このダンジョン終わったら今日ちょっと早いかもですが、申し訳ない、終わりにしますわ。ウェアバスター、頻度の高い慢性頭痛です。心身のストレスやデスクワーク、眼性疲労などが原因だと言われています。眼性疲労がありそうですね。主な症状は頭を締め付けられるような痛みや頭重感ですが、目の疲れ、めまい、軽い吐き気などを感じることもあります。なるほどね。当てはまるでしょ。もう当てはまっちゃって、当てはまりますが、もうそれコロナなよ。なんでコロナなの。もしくは仮病だけど、行動監視みたいな顔でイケメンですね。そんな仮病であれすんだったらね、熱出たとかもっともらしいこと言ってね、休みますよね。え、あ、十字架みたいな顔をね、こっそりしてるんですかね。 100% コロナなやから、とりあえずオンラインで聞いた方がいいわよ、無料みたいよ。コロナだったら熱がないですからね。でも熱があったら僕もそりゃそういう可能性は十二分に考えますが。楽天の検査キット買いますか。あと肩こりひどくない？今日はちょっと肩凝ってますね。なるほど、帝王さんは仮病の後の時に熱が出たって言うんですね。メモリも肩が はい、今日はなんか肩が異様に凝ってるっていうか、なんか今日全身だるいじゃないけどね、なんかなんかすごい。なんでしょうね、昨日あれしたから、昨日買い物行ったからかな。昨日買い物行ってね、米ね担いで帰ってきましたからね。眼性疲労しない方が不思議。目薬ね、一応目薬はしてますからね、目が疲れてる時とか。買い物せいかな。あ、それで移されたのか。いや、移されたじゃなくて、だからねえ、それで疲れが溜まってんじゃない。きっと数時間のゲームのせい。そう、毎日毎日めっちゃ目を酷使してるよね。酷使じゃないけどね。でもどうしようかね。まぁ、ちょっとあれですが、まぁ、月曜日はのはまぁ、配信やりますが、ちょっと火曜日ね、配信お休みにしましょうか。ストレッチ、ストレッチなら全然ですね。え？月何回、そんなの数えてませんからね。まあそういったものものの疲れが溜まってるのかもですね。まあそういうわけなんでね、一応水曜日のゴールデンウィークやる手もあるんで、ちょっと将棋あれは頭使いましたね。だからちょっと明日は一応配信やりますが、火曜日はちょっとお休み、配信ね、ちょっと水曜の定休日の前借りでお休みさせてますね。過度の疲労やストレスによって自律神経の乱れ、頭痛を起こすことがあります。多分それでしょうね。それが一番可能性あるでしょうからね。まあいいや、その調子なら明日を休んだ方が良くない？風呂入って汗かいてないと。まあ明日だ、もしまあ一応ちょっと明日枠取ってしまう、一応この後寝て、まあダメだったら、ありがとうございます。さすが、ね、調べてくれてありがたやです。いえいえ、
まあ明日本当に無理そうだったらまあ休みますけど、自律神経と副交感神経のバランスが悪いじゃないかな。どうも、まあそれも可能性あるでしょうけど、まあただね言って、ねえ言って、まあやめとこう。休むときは事前に届け出てくださいって言われてなかった。どこに届け出しろと、役所に。バファリン多めに飲んどきなよ。おほめ。自律神経が乱れきり。黄金の鎧、あれこれじゃないの？何の寒暖の差は、まあそういうのもあるかもですね。明日の調子で昼の放送休んだり、夜も一枠で終わらせてもいいかもね。まあそれは火曜日でいいんじゃないかなって、まあね、あと月曜日だけ頑張って、まあちょっとそれはこの後休んだ様子見て判断しますが、まあ本当に無理そうだったら休みますから、ほんと体力ないね。なんでこんなに体力ないのか、年のせいなのか。100年で5億個目指しましょう。姿勢じゃない？姿勢？でも今寝ながらやってるからそんな姿勢ね、悪いってことはないと思うんですが、いや、悪いよくはねえかな。何が5億ですか？寝ながらやってる。悪いでしょ。そう。かかるでしょ。まあそりゃ負担はかかるでしょうけど、神経もいじりながらやってますよね。神経なんで、神経なんかいじるわけないでしょ。なんでですか、皆さんゲームするときに何神経いじりながらやるんですか。丈夫な座椅子買ってみたら、腰が肩こりになって頭痛も起こるんだよきっと。やるよ。まあその可能性は否定しませんが、まあいいですよ、とりあえず今は頑張ろう。一番いい姿勢、立位ねえ。でもちょっと部屋が狭いからね、どうしても立ってやるのはちょっと無理があるんじゃないかな。低温マッサージ使おう。マッサージ、マッサージなんか、気丈位ならしたことないです。体がでかい。でかくはないでしょ。まあスペースは取ってるかもですよ。いつもギンギンに立ってるでしょ。何がですか。私は目と首と肩が連動して頭痛を引き起こします。頭痛がそういうのに来るんですね。チェンジの魔法を加藤隆に覚えさせたんですが、ヒットポイント高いやつがチェンジしてもこっちの方のヒットポイントが減るだけだから、加藤隆のヒットポイントが伸びるだけですね。ちょっと完全にしくじった。低
オンに覚えさせて敵モンスターに使わなきゃいけなかったんだ。もうエオン大末だかなんだか倒せるんじゃないか。まあ多分道中にね、多分レベル1でもなんとかなるでしょ、こいつでしょ。エリルの松明を守る怪物レッドソウルだ。こいつに効かないって言うんでしょう。ちょっと試しにやってみる。ファイブね、サンダーとか、本当に効かないんですかね。サンダーブリザード、ファイヤー、ファイヤーどこだ。チェンジを覚えておくと好みじゃない娘が来た時に便利ですよ。そのチェンジは魔法のチェンジじゃないから。何ヒットポイント回復って出た？ヒットポイント回復。ねえ、サンダーもダメだ。だからこそのホーリーってことですね。どうでしょうね。じゃあデジョンとかだったら効くとかある？デジョンでも回復した？ホーリーだと入るね。やっぱホーリーですね。何クラウド？いや、違った。ダメ。いや、氷も吸収されました。チェンジは気をつけないとカエルになっちゃうよ。カエルってどういうこと？まあ、覚えてよかった。デジョンも吸収とか相当すごいですね。何もできないっていうか、チェンジは、そういうことか。ドラゴンボールね。ホーリーって FF7 リメイクだと最強魔法らしいよ。FF7 最強魔法なの？てか、ホーリーもうなんで使えるの？ホーリーってね、メテオフあれするための魔法じゃないの？7のストーリーだと。てか結構タフですね、こいつ。ホーリーも使えるんだ、わらわら。どうやるなんでしょうね。サンダー。いてててて。まだ落ちない。チュー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 。どういうこと？こんなにタフでしたっけ？まだ？落ちた。よかった。で、これで、エリルの松明ゲット。これ帰れますかね。テレポで帰れる。出られる。これで帰ったらだね、ちょっとダメなんですよね。確かこれで、これで、ここの、食材の炎から、松明に火をくべないと。ダメなんでしたっけ？格闘家かと思ったら、加藤隆さんかよ。帝王さんのエッチ。名前付けたの僕じゃないから。これで、どこだ？これか。太陽の炎をエリルの松明に移した。これで大丈夫なんでしょう。
ね、数少ないまたアイテム欄が一つ二つ入っちゃったねえ、なんで、もうアイテム欄最終的にはウォール、一応ねクリアできるのはなるべくね避けたいですね、ね、いわゆるバグ技みたいですから、ああ大戦艦だ、え、売りますよ、ミロ一気飲みしてって、嫌ですよ、なんでミロなの、じゃあこれでアルティア帰って終わりにしましょうか、私の出番は急になかった、当たり前じゃないですか、なんなの今の追われてたヤン助けさげて、今のあまあ助けるのはあのね再来週か3週間後ですね、ゴードンはパーフェクト魔法使いですか、どうでしょうね、確かにパーフェクトですかね、ね、でもね、クリアのあれ見るとね、なんかね、兄貴の代わりにね、なんか結ばれそうな感じですよね、畜生ってね、寝取りじゃないですか、勝ち組じゃないですか、チュチュチュ、ゴードンは後でリアミツルになります、ねえ、畜生、チョコもミッキー、あれこれでいいんだっけ、兄貴が羨ましいってねえ、兄貴は死んじゃったからね、帰りましょうか、こっち帰っても帰れますよね確か、あれ通れない、確か陸続きだから。JO のお兄さんは元気にしてる？で、僕一人っ子でしょ。寝取られる方が好きなんでしょ。リアルで寝取られたらね、寝込むかもですが。ああ、こっち行けるんだ。ああちなみにこれがね次の目的地、どうしよう、初配信によくいたけど夕飯何度も聞かれて決めて放送来なくなった、どういうことね、早くデブダやって JO のゼルダね、あのキッチンス、水曜日飛空艇で帰ろう、飛空艇で帰るんだからね、チョコボは何、川はダメなんだ、どうしよう、西で開いてもう一個チェンジ買おうかな、チェンジいらない、いらんかね、どうせあれだったら、こっちついでに、帝王兄は煽り耐性が低かったのか何のことですか、ああ川が邪魔してんな、まあいいや、次回にしよう。てて。チェンジ使う回数をホーリーとかの熟練に回したらいいんじゃない？そう。川が邪魔。帝王仕方ないね。そっちの川じゃないでしょ。じゃあとりあえず宿に泊まってセーブして終わります、お絵描きやるのやるんだったらここで終わる意味あんまりない気もするんです、まあいい、とりあえずセーブしましょう、川はやっぱり塩、さあどうでしょうね、何の川かね、
じゃあすいません、ちょっと早いですが、まあ、ちょっと若干頭痛いのもあるんで、今日はここでセーブして終了とさせていただきます。はい、とりあえず、2時間56分、どうもご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。